おはようございます。オーダースーツ沢社長の佐田信孝です。今回は屋久島の宮の浦岳に登りに来ています。とりあえず今日屋久杉を見に行きまして、明日宮の浦岳にアタックします。佐田のオーダースーツの耐久性と運動性を確認していきたいと思います。行ってきます。じゃあスタートは悪潮高いトロコ道です。永遠続くそうです。頑張ります。なんか洞窟感がありますね、なんかね。はい、トロコ道続いてますけど、すごい洞窟感あっていいですね。これ随分前に掘られたらしいんですよ。はい、行きます。太陽出てきましたね。今日はいい天気になりそうですが、上の雲の帯見ると風強いですね。あ、そうですよ、これ水渡してくれてあるんですよ、これ道下濡れないように。サルさんが2匹いますね。おー、なんか泣いてます。泣いてる。ああ、立派な橋がありますね。小杉谷橋ね。立派な橋で、いや、周り明るくなってきましたね。いや、次切り出す事業ね、やってた事業所の後ですね。はい、なんかちょっと気が残ってます。はい、じゃあ行きます。トロッコ道ですけど、この辺だから一回だから大きい木伐採しちゃって植林した木らしいですね。1000年経ってないから小杉っていうらしいんで、まさに小杉谷ですね。これがなんか三大杉ってこの辺で一番高い杉らしいです。倒れた倒木に上にもう一回根を張って2代目の杉が、それは切られて切り株になって年貢に納められると。で、その上に今立ってるので、三代目なんで三代杉ってそうですね。三代杉です。はい、行きまーす。ちょろっとトロッコ道、それて、登りっぽいとこ登りまーす。新道歩き大変ですね、これね。綺麗ですよね、景色はね。木漏れ日が頑張ります。あれがなんか二葉杉という、杉らしいですね。阿行の杉らしい。はい、じゃあ行きます。トロッコドッコで終わりだそうです。はい、ここから結構上りになるんで、はい、頑張りたいと思います。はい、登山道っぽくなってきましたね。いい感じです。で、ここに沖縄杉っていうのが立ってたそうですね。向こう側に倒れちゃったみたいでなくなってます。またこれがベースになって切り株更新で次はできるんじゃないですかね。行きまーす。これがウィルソン株だそうです。中入れるんですよ、これも完全に多分切り株更新の後だと思うんですけど、すごいね、中空洞立ってて、いや、こっちからこうこう見るとちょっと無理やりハートに見えるみたいな橋らしいですね。ウィルソン株出てきました。上はなんか京都の方持ってって大阪城とかの柱になってるらしいですね。はい、じゃあ行きまーす。結構方向稼いでますよ。持ってるね。よし、ほい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 、おい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 、
せっかく登ったのに下ってますね。木もあまり滑んないから歩きやすいな、これ。ほいほいほい、よし。これが大王杉だそうです。結構長く空洞になってね、もう倒れちゃいそうみたいに言われてるみたいで、次回来たらないかもみたいな。まあ立派な杉ですね。はい、じゃあ行きましょう。ピース。これが目落とすぎだそうですね。枝がくっついてて、なんか細胞レベルでくっついちゃったらしいです。珍しい現象だって言ってましたね。はい、じゃあ目落とすぎです。行きまーす。さあ、だんだんこうクライマックスが近づいてきた感じがします。なんか木のトンネルがありますね。ちっちゃいトンネルです。はい、お、ごめんね、木滑りそうだ、気をつけましょうね。よし、はい、行きまーす。はい、はい。おお、木の根が滑りそうだね。はい、はい。いやー、おお、綺麗ですね。神々の宿る森ですよ。はい、もう、もうちょっとで縄文杉、頑張りまーす。イエーイ。おお、あれが縄文杉。すごいね。これやります。イエーイ、到着。縄文杉着きました。太いですね、でかいですね。もともとね、樹齢7000年以上とか言われてたんですけど、改めて測り直して今2700年ぐらいじゃないかと言われてます。にしても、長生きですよ。あやかりたいですね。この長寿のね、パワーに。では、次、行きたいと思いまーす。どうもはい、気をつけていきましょう。スリッピーなんでね。はい、気をつけまーす。はい、はい、どうもー。バイバイ、どうも、次。はい、なんか、木道が続きますね。よいしょ、登りまーす。よし、よいしょ。おい、おい。木道作ってくれてあるから楽ですよ、これ。よいしょ、よいしょ。お幅が違うんだけどね。よし、うい。はい、ドロップロード着きました。ここからずっとまたトロッコロードです。どうぞー。じゃあ、ここから分岐です。やっとトロッコ道から脱出できます。もう抜けて、太鼓山で登って、白谷雲水峡まで抜けます。頑張りまーす。ちゃんとした山道ですよ、ここから。やっと山登りっぽい山登りになりましたね。よし。はい、頑張りまーす。この辺なんか苔の感じが綺麗ですね。南アルプスみたい。苔むした道。よし。はい、頑張りまーす。大岩やってるらしいです。変な形ですね、これね。崩れてきたら一回の終わりだ。よし、まあ、行きましょう。よし。はーい、よーい、行きまーす。辻峠着きましたね。で、こっから、廃校岩、見に行きまーす。はーい、行きまーす。よいしょ。さあ、廃校岩に向かっております。最高岩、結構登ります。結構な急登です。最高岩の上着きました。雲の中ね、明日登る宮の浦。頑張りたいと思います。とにかく天気最高です。
イエイ。じゃあ、はい、よいしょー。はーい、これくぐりすぎっていうらしいです。くぐってきました。いやー、立派ですね、ほんとね。これー、水が綺麗ですね。よいしょ。はい、今日のゴールでーす。まだまだのスーツも私も元気です。明日は宮之浦岳にアタックします。頑張ります。はい、おはようございます。2日目の朝です。今日は屋久島の宮之浦岳百名山にアタックしたいと思います。天気もね、昨日より良くなる予定です。頑張ります。では出発します。行ってきまーす。よいしょ。むしろ下りですよ、最初は。はい、じゃあ頑張りまーす。まあね、なんかかなりね、太い杉もあって、屋久島の森って感じしますね。こっから世界遺産エリアですよってね、目印ですね。はい、植物いじめないようにしましょう。出発して、どうですかね、30分ちょっと淀川小屋に着きました。ここから少し行って残りみたいなんでね。はい、頑張りまーす。はい、行ってきまーす。いいですね。うわー、水も綺麗で、すごい景色いいですね。日本じゃないみたい。登り始まりましたね。やっと山らしくなってきましたよ。ほい。結構急は急ですね、これね。綺麗ですね。なんか、でかい隙がやっぱこっちの方が多いですね。いかにも、これ屋久島の森ですよ。これなんて、かなりなんかね、この枝っぷりとか、パワー感じますよね。いやいや。はい、じゃあ頑張りまーす。交番岳です。上の石は、豆腐に見えるんで、豆腐岩ってね、言われてるみたいですね。なんか、おー、天も開けましたね。気持ちいいですね。海も見えました。よいしょ。じゃあ、また、どんどん行きましょうか。ちょっとした展望台がありました。やっぱ開けると綺麗ですよね。あれが黒御岳。で、黒御岳の脇をこう、縫って、回って、宮之浦岳に向かいます。では、頑張りまーす。行ってきまーす。よいしょ。めっちゃ滑る、これ。凍ってるでしょ、これ。うわ、怖っ。絶対滑るもんね、こんなん。よいしょ。はい、花の江号でーす。日本最南端の高層湿原だそうです。多重層がね、できてる。高瀬とかと同じやつの、日本で最南端。頑張りまーす。行ってきまーす。滑るってこれ。滑んないかな。あ、大丈夫大丈夫。よし。いけるいける。はーい。あ、全然滑んない滑んない。はい、じゃあ頑張りまーす。よしよし。屋久下でーす。超至近距離で、そんな怖がんないですね。若いですね、まだ。かわいいね。よいしょ。よいしょ。そっち行った方がいいな。石が全然滑んないから。安全だね。はい。よいしょ。よいしょ。ほいだ。よし。はい、行ってきまーす。水が多いね。火に許すとすぐジャバっていっちゃうわ。うい、よいしょ。はい、水が豊富なわけですよ。だからこんだけ植物が育つんだね。いやいや、よいしょ。日本庭園みたいですね。面白いですね、これね。黒みたいですね。さっきの目だけど。
ぐっと近くなってきましたね。もう半分沢登りみたいになってますよ。水が豊富だ本当に。よし、すごいね、つららがあるから寒いわけですよ、ね、あの階段凍ってて危ないのも気をつけないと。はい、頑張りまーす。あーで開けましたね。投げ石平ってことですね。いや、いい天気だし綺麗ですね。宮の浦が見えてます。今日目指すのはあのピークですね。当社のなだらかめの一番高いところですよね。まあもうあと小1時間です。頑張ってきまーす。本当にもうね、小1時間ぐらいなんで行っちゃいましょう。行きまーす。結構ね、こういう花崗岩なんですよね、本当に一枚岩でね、だから水がポタポタ流れてくるんですよこれね。はい、じゃあ頑張りまーす。よいしょ。これやっぱ確かにロスとかないときついかな。よいしょ。火が動かなければ大丈夫です。はい。よいしょ。はい。よいしょ。稜線に向けての登りが、凝ってないよね。凝ってないよね。あ、でも凝ってるよ、ここ。やだねー。よいしょ。はい。なんか開けましたね。稜線の中ね、一気に登るっていうより、なんか、トラバースして稜線の道に行く感じですね。あんま登ってない。はい、はい、おお、結構深い。はい、頑張りまーす。結構歩きやすい道なんですけど。また下っちゃってるな。多分そこ登り詰めて稜線出て、稜線歩いてピークなんですよ。今ピークに出なかったんですけど。頑張りまーす。すげえ、ここも凍ってる。やだねー。よいしょ、気をつけまーす。ちょっと笹増えてきて植生変わりましたかね。もうすぐ稜線だと思うんですよ。稜線出たら、あとは、あー、ずっと稜線あるんですね。よいしょ。また登りがね。すごいんだって、さっきから。下らされたりね、登ったりね、登ってるはずなのにね。白い花、これ、あの、アセビ、毒があるそうです。はい。頑張りまーす。ほい。ほい。さあ、ガンガン標高稼いでます。頑張りまーす。いや、気持ちいいですね、ほんと。こんな爽やかな屋久島ないんじゃないですか。はい、頑張りまーす。はーい。めっちゃ景色いいっすね。最高っすよ、これ。もうちょっとだと思うんでね。頑張りましょう。ひたすら登る。宮の浦頂上を目指してきて、どちらでもよく栗尾岳です。ここからもあと一登り、宮の浦ピークを目指します。頑張りまーす。行ってきまーす。はい。半ぐらいの予定。おー、そう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 。よし。はーい。はい。はい、着きました。宮の浦岳、頂上です。さあ、オーダースーツで宮の浦岳に挑戦してきた沢です。宮の浦岳の頂上に着きました。まあ、気をつけて下山したいと思います。頑張ります。じゃあ、これから下山します。まあ、下りはね、滑るんで、注意したいと思います。頑張りまーす。ぬるかるんだりしててね、結構、こっから先もね、気をつけた方がね、いいですね。ほい。入ってきまーす。下りなんですけど、登ってますね。まあ、道が結構下り多かったからな。よいしょ。
いやーでも綺麗ですね、相変わらず宮野原、投げ石平まで帰ってきました。さあ、あと大下り2時間ぐらいです。頑張ります。行ってきまーす。よし、氷がないんでもう随分歩きやすいですよ。ちょっと違うね。ヤクシカがいまーす。モリモリ食ってますね。お、こっち向いた。ヤクシカさんです。沢下り濡れないようにです。なんか下ってたはずなのにな、上りになっちゃってるよな。はい、一度通った、花の江号に、着きました。なんか上ガスってきちゃったね。さっき天気良くてよかったですね。はい、じゃああと2時間弱頑張りまーす。はーい、結構降りてきましたよ。あと3キロなんで、まあ1時間半とかそんなタイムですよ。はい、頑張りまーす。よし、淀川の親がそこなんで、行きましょう。淀川小屋出発して、もうあと、40分ですね、コースタイム。下山なんですけど、ずーっとね、一の下りだったんで、深い上りです。はい、頑張りまーす。よし。ほい。もうちょっとだね。あと500と500、600メーターぐらいじゃないかな。ガンガン行きまーす。外したら歩けないぞ。はい、駐車場着きました。淀川登山口です。お疲れ様でした。今登山口まで降りてきたサダです。サダのオーダースーツの、耐久性と運動性を確認するために屋久島の宮の浦岳に登ってまいりました。日本最南端の百名山。そしてこの工程、かなりのロングトレイルで、我々でも往復9時間かかってます。下もね、ぬかるんでましたし、上の方が結構凍ったりしてて、大変スリッピーでした。かなり大変な思いしてね、登ってきたんですけど、どうですこのスーツ、見てください。このまま、ビジネスミーティングに出れるレベルを維持できていると思いませんか？サダのオーダースーツは、宮の浦だけ登っても大丈夫です。